日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はどこに住んでいますかについて。はい、皆さんおはようございます。元気ですか？僕は元気ですよ、ね、皆さんの住んでいる国、ね、住んでいる場所はどこですか、ね、今日はそれについて聞いてみたいと思います、ね、皆さんはどこに住んでますか、ね、どこに住んでいますか。僕は東京に住んでいます、ね、僕は日本に住んでいます、ね、僕は日本に住んでいます。僕は東京に住んでいます、ね、皆さんはどこに住んでいますか。今どこに住んでいますか。ロンドンですか。皆さんはロンドンに住んでいますか。どこに住んでますか。ロサンゼルス、ロサンゼルスね、ロサンゼルスね、日本語の発音ですからね。ロサンゼルスに住んでいます。ニューヨークに住んでいます、オーストラリアのシドニーに住んでいます。オーストラリアのメルボルンに住んでいます。オーストラリアのパースに住んでいます、ね、ニュージーランドの、ウェリントンに住んでいます、ね、どこに住んでいますか。香港に住んでますか、ね、香港に住んでいますか。それともシンガポールに住んでいますか。それとも北京に住んでいますか。ソウルに住んでいますか。どこに住んでいますか。ストックホルムに住んでいますか。バルセロナに住んでいますか。皆さんはどこに住んでますか、うん、それとも皆さんどこに住んでいますか。日本に住んでいますか。もしかすると日本に住んでいますか。日本のどこに住んでいますか、ね、日本のどこに住んでいますか。大阪ですか。大阪に住んでいますか。京都ですか。京都に住んでいますか。福岡、福岡ですか。鹿児島、うん、どこに住んでいますか。皆さん北海道、ね、沖縄沖縄いいですね、ね、沖縄いいですね。沖縄いいですよ、ね、ハワイかな。とハワイもいいですね。ハワイいいです ね、パンケーキ食べたいハワイアンパンケーキ食べたいです ね。皆さん今どこに住んでいますか、ね、ロシアですか。もしかしたら、ね、ロシアに住んでいますか、ね、ポーランド、ね、ポーランドに住んでいますか。どこに住んでいますか、うん、アフリカですか。アフリカに住んでいますか。どこに住んでいますか、まあ、アフリカもいろいろありますね。ね、いろんな国がありますね。そしていろんな町、ね、都市、ね、都市とか町、同じ意味ですね。都市、町、ロサンゼルスとかね、ニューヨークとかね、いろいろな町がありますね。はい、今日は皆さんがどこに住んでいるか聞いてみました。それではまた明日。チャオチャオ、またね、またね、バイバイ、バイバイ、バイバイ、さようなら。